はい、用意スタート。やあやあゆっくりやで。見ての通りスポーン直後に戦車に撃たれていますわ。あかん、これで患者死ぬ。死ぬで思い出したけど、死ぬ日の物語を死ぬ絵の物語と勘違いしてたのはゆっくりだけじゃないはず。お前今のネタ誰に通じると思ってんだよ。こんなわからずやは放っておいて戦車に肉薄しましょうね。なんと今回は国防軍で戦車傭兵、敵戦車をバッタバッタ破壊して勲章をもらうでー。だ、これなんだと思う？パンサーシュレックだろって外してんじゃねえかタコ。パンサーシュレックじゃねえら、経典パンサーリュクセフィアウントフユンフヒダに2度間違えるな。あそこに送るぞ。あそこってどこだよ。黙れ消されたいのか。ところでこいつが何かわからない兄貴や姉貴もいると思うのでー。そんな皆様のために、流すとでも思ったか。おっと、ここに偶然誰かが作ったパンサーシュレックの解説動画が。じゃあみんなもこれを見てパンサーシュレックのことを知ろう。この動画続きが出てないんですけど。催促されたら出るよ。再生数が良くてコメントがいっぱいつけば出るとも。さあ対戦車戦闘傍らに雑談していたが、これはみんなが動画見てくるための時間だからね。みんなもう見たかな？見てくれたそこの君、ありがとう。そして見てこなかったそこのお前、今夜お前ん家にゲシュタポ送りつけるからな。死体のふりしてやり過ごそうとして機銃で殺された件については、高度に政治性を有する問題なのでノーコメントで。何言ってんだこいつ。後ろでは一発スチュアート君のケツにぶち込んだので、もう一発ぶち込んでやるぜ。来たねえ。残念そこに猫はいません。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。お願いします。なんで死なねえんだこいつ。おいお前、側面走行圧なんぼだよ。3センチ弱ですかねえ。さあこいつの貫徹力わかってる。130だよ130。しょうがねえから地雷つけるか。ちなみにこの地雷が何かわからない姉貴や兄貴もいると思うので、右上から解説動画にと天丼は滑るぞ。味方ハッチこじ開けようとしてて草。さあこれでエンジンは死にましたわ。弾薬補給してきたので、もう一回ぶち込むぜ。残念、冗談です。おら肉薄してやるぜ。これでも食らえ。さあ君はこの爆薬に耐えられるのか。やっべ、敵いるって聞いて投げる場所間違えた。まあまあやろ、殺せばなんでもええわ。おちょうど爆散した。よし、戦車撃破賞1枚ゲットだぜ。ちなみに5枚集めると金の撃破賞がもらえるぞ。お、敵戦車バリバリ行ってんじゃねえか。いやーゆっくりもおかしいと思ったんですよねー。一発で爆散するわけないよなー。まあ対戦車兵器全部使い果たしたから一回補給しに戻るか。どうしようもねえな、あやって撃ってきた。なんで死なねえんだよ。なんだ、走行薄すぎてか貫通でもしてんのか。ってなんか走ってきててきさ。当たった音したぞー、これは神エイム。よし、とどめを刺しに行くぜ。ほらほらほら、速攻にはまってんじゃん、アゼルバイジャン。あやって砲塔が。はい、さてみんなが敵戦車に群がってたら、なぜか拠点が陥落しました。何これ怪奇現象。怪奇なのはお前の存在だわ。まあいいや、とりあえずシャーマン殺すか。弾かれました。はちょっと待って、おい逃げられてるぞ。味方のパンサーハウスと2機と追いかけるで。追いつけるかこれ。神エイムを食らいやがれ。何のためにパンサーシュレック持ってきたと思ってんだ。あれ止まったな、離隊でも切ったか。よし、あとは味方にも。さて軍隊の近くに別のシャーマンが湧いてきやがったので殺しますよ。あーはいはい、もうわかったから。You miss? How can you miss? That was such a critical shot. No time to miss. どけがわからない。 Bounce. You fucking bounce. クソが腹いせに地雷つけてやる。Pop in, boys.
味方ティガーにケツ掘られてケツさ。なぜかまたもや拠点が陥落したので敵スポーン捜索中。なんか車両いるな。よう下手くそ。当たり判定狂ってるだろクソゲーかよ。味方の支援要請を受けて敵戦車を攻撃しに来たよ。ここまでいいとこないけど戦車傭兵の底力を見せた。オーレットアフガンやめろや。すっげえ痛かったぞ。野郎絶対許さん。エンジン飛んだし味方装甲車両の支援もある。地獄に送ってやるから待ってろ。くらえ。さすがに炎上すると戦車兵が脱出するか。まあいいや皆殺しだ。捕虜なんか絶対取らん。拷問にかけてやりたいところだができないからしょうがない。君この戦い終わったら精神鑑定にかけるね。あ、そういえば例のスチュアートは結局目の前の虎に殴り殺されました、多分。そんな前の話誰が覚えてんだよ。一体何両シャーマンいるんだよこれ。くっそあの先に味方ティガーがいるぞ早く教えないと。教えるまでもなかったわ。あの後例の虎に引き殺されかけたり、森から映画張りに突撃してくるトミーに向けて、永遠と収束手榴弾を投げシュレックをぶち込んだりしたが面白くなかったのでカット。たださすがにロケットが直撃してトミーがバラバラになったのを見てハーブのやつって大事だなーって思った。それはそうとまずい反歩兵がいない戦車の末路がこれかというほどわかりやすいな。義務教育に採用すべきだろこれ。それ見るの有限とくらいだろ。嘘つけ国民突撃隊も見るかもしれんだろ。相も変わらず対戦車兵器が尽きたので脱出する戦車兵を殴り殺すか。車兵のない場所で戦ってはいけないという異例でしたね。なんかひっくり返ってて草。まあ他戦車が平原突破してきてるぞおい。はいはいどうせ弾かれるだろうけどドッカーン。ああもうめちゃくちゃだよ。結局味方戦車が仕留めてくれた。ちなみに2発目は普通に外した。てかよくよく考えたら戦車傭兵って車兵のあるところから戦車仕留めるのが普通じゃね。お前クソみたいな解説動画上げといて実施してないのかよ。ということで皆さん私の代わりにさすがに3回目は飽きられるぞ。まあそれはそれとして敵スポーンをポポポポーン。どうやら別の場所にもスポーンあるらしいので1キロくらい走ってきたぜ。一定なこの野郎ふざけんなよ。あかんこのままだと出血多量で死ぬ。僕はまだ知りたくない。ってこれ撃ってきたの味方じゃねえか。軍法会議にかけるぞ。さて指摘したしスポーン探すか。で目の前にあったわ。車両型スポーンは2両が上限なのでこれも撃破するとトミーは痛手を負うぞ。とりあえず安全確保からだからリスキルするか。もうさっきのスポーン壊したせいでみんなこっちから湧き続けてくる模様。それもこれで終わりだよ。スポーン、すまん外したわ。冗談抜きで懲罰大隊に送るぞお前ってあれ画面が真っ黒になったぞ。録画再開するの忘れてた許してヒヤシンス。とりあえずアホみたいに要塞化された最終拠点移しとくね。いやーこんな負けるわけないだろ。拠点半分取られてるぞ。え、マジ？まあ勝ったんですけどね。ちなみに2両目のスポーンもしっかり破壊しました。危なかったところもあったが勝ったのでもう満体。ってことでさようならー。